is Laugh and Music FM Osaka 85.1 FM Osaka みんなで作るラジオファンタスティックラジオ FM Osaka みんなで作るラジオファンタスティックラジオ。こんばんは、ファンタスティックスのリーダーパフォーマー佐藤大樹とパフォーマー瀬口玲也です。今週のファンラジもこの2人でお届けします。はい、お願いします。よろしくお願いします。すっかりね、おなじみの2人になりましたけども、はいはいはい、先週は、はい、レイヤの誕生日で、そうですね、12日ということは昨日の誕生日でした。あ、そっか、そうです、直前だ。じゃあ昨日は写真集のお渡し会があって、はい、お渡し会があってです、発売されてきっといい思いができたことでしょう。ことでしょう。ことでしょう。はい。ということでですね、はいはい、今日のファンラジオはですね、ゲストをお迎えしたいと思います。ゲスト珍しい。久々のゲストの登場です。さあ、そんな中登場してくれるのはウルフハウルハーモニーから涼次さんとひろとさんです。おめでとうございます。はい。あ、そっか、ゲストで言うと、うん、あれですね、あの EPEX の子が来てくれたんですけども、あ、はいはい、LDH のゲストで言うと久々ってことですね。久しぶり、はい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 。さあ、そんなウルフハウルハーモニーのお二人にはファンラジのあの企画にも挑戦していただきたいと思いますので、お楽しみに。ということで、僕たちファンタスティックスとファンタジスタのみんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ、今週もスタートです。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。さあ、それでは早速今日のゲストに登場していただきたいと思います。お声をいただけますか。ウルハウルハーモニーの涼次とひろとです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、久々に LDH の所属のアーティストのゲストが来てくれたということで、ありがとうございます。かなり楽しみにしています。さあ、そんなお二人にまずはちょっとした質問を聞いていきたいと思います。はい。今日3月12日は財布の日ということで、財布の日、おお、つい財布の紐が緩んじゃう時はどんな時ですか。おお、これは僕一択ですね。何、僕あのネットショッピングを、うん、あの常にしていたんですけど、はい、もう紐が緩みすぎちゃって、うん、一時期やめてたんですよ。ああ、なんですけど最近またネットショッピングっていうか、こうネットサーフィンしたらもうポン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 、わかるな。しかもこれ好きだったっけなっていうフィギュアとかもポンってこうデスクの上に置けるように買っちゃったりとか、やっぱ安かったりするともうすぐ買っちゃったりとかしますね。これさ、良くないのがさ、某ネットこうショッピング見てて、はい、あの買ったら、はい、この商品を買った人はこんなのも買っています。そうなんですよ。おすすめがすぐ引っかかっちゃう。私関連商品ね、それでどんどんね、そうなんですよ、カートに入れちゃうみたいなのあるもんね。気づいたらカートいっぱいになってて、ネットショッピング、はい、クックは、そうですね、僕はネットショッピング普段しないんですけど、うん、あのお給料日が、うん、あの来たらちょっと結構買っちゃうかもしれないですね。あ、そのイメージあるわ。そうですね、日にちでね、もうで後々苦しむタイプなんですけど。給料日その日に使うタイプだ。そうっす。へえ、結構あれです、サラリーマンっぽいですね。本当ですか。うん、サラリーマンは何に使うの。あのアクセサリーとか、あ、物を買っちゃう。はい、物をちょっと買っちゃいますね。すごい、アクセサリーにいっぱい使っちゃうんだね。じゃあ、そうなんですよ。しかも給料日に。給料日に好感度高いと思うな。なんかすごいいいね。ということで、そんなウルフハウルハーモニーの近況はというとですね、最新シングルフローズンバタフライがリリースされています。ありがとうございます。さあ、こんな表題曲のフローズンバタフライは、僕佐藤大樹が出演中のドラマ離婚しない男サレオとお嫁の騙し合いの主題歌ということで、大変お世話になってます。もうこちらの方がもうお世話になっております。毎週ね、あのリアタイもしてくれて、リアタイめちゃくちゃ楽しみにしてます。これです、今かかってます。かっこいい、めちゃくちゃいいよねこの曲ね。ありがとうございます。すごいね。ちなみにこのフローズンバタフライとか、あのサウンド歌詞、どんな楽曲になってますかこちら。そうですね、この楽曲は、うん、その自分の中で今まで凍らしていた夢や希望が多くないに出会って自由に羽ばたいていくような、うん、姿を描いている楽曲になっているんですけれども、本当にあの僕たちもオーディションを経験して、うん、その苦悩や葛藤を乗り越えてきたからこそ僕たちが伝えられるあのこの歌だと思うので、うん、ぜひ今夢を今追いかけている人だったりとか、夢を探している人に向けて背中を押す楽曲になっているので、うん、ぜひたくさんの方に届いてほしいなと思います、うん、はい、何歳今22になりました。すごくない？22歳でこんな喋れんの。しかもよく聞いてたら今サビの前にちょうど終わるコメントだな。言い切った後にフローズンすごい。できる子だな、クック。できるな。すごいね。じゃあちなみにカップリングのシュガーハニー You and I はどんな楽曲ですかこれ。
そうですね、はい、この楽曲は2曲とも、うん、あの僕たちリリースイベントということで、うん、ウルハーツクラブという、ほうほう、あのイベントを各地回らせていただいたんですけども、うん、特にこのシュガーハニーだったり、うん、U&I っていう楽曲はファンの皆さんと一緒に作り上げていく楽曲かなというふうに僕たちも思っていて、特にあのライブをすごく意識したあの楽曲になっていて、あのシュガーハニーだと皆さんで歌ってもらえるような掛け声ができるような場所だったりとか、うんうん、U&I だったらこうみんなと一つのこの指を1にしてみんなとつながったりとかできるぐらい、僕たちもなんかこうライブを意識してあの制作させていただいた楽曲になっています。2人ともすごいね、うん、ちゃんとしてるね、イエーイすごいですよ。ちなみにこのフローズンバタフライのミュージックビデオさ、はい、ウルフ史上一番踊ってるんでしょ。めちゃくちゃ踊ってます、ね、すごいね、はい、しかも、今回初コラボということで、うん、あのプロダンスチームの角川ドリームズさんと、うん、そっか、はい、プロのダンスチーム D リーグで、はい、昨年優勝した角川、はい、に振り付けとそして構成もやっていただき、コラボということで今回あのやらせていただきました。かっこいいね、このミュージックビデオね。かっこよかった。ああちょっと2000年代のヒップホップ集、そうですそうです、ね、まさに B2K だったりとか、そういったリファレンスもインシンクだったりとか、本当いろんな2000年代当初、今でいう Y2K と呼ばれるあのカルチャーを今風にした、うん、まあ、現代のネオ Y2K のような、うん、あの表現ができたのかなと思ってます。いいです。ちなみにウルフの中でさ、ダンスリーダーみたいな人はいるの？ダンスリーダーでも一番振り覚えが早いのはヒロトかなって思う。クックはオーディション受けるまではさ、ダンスやってないです。やってないんでしょ。やってないんだ、すごいね、それがすごいね、はい、そうなんです。いっぱい練習したんだね。いやもうたくさん苦しみました。そっか、まあそこでね、うん、かっこよくなっていくから、すごいよ、努力が実ってますね、ちなみにメンバー4人いるけど、各メンバーにそれぞれ丸々リーダーみたいなつけるとしたら、この人はこれみたいなある？あ、鈴木は、うん、ライブ構成リーダー。あ、そう、はい、特にあのシルエットだったりとか、あとこのみんなの位置だったりとかを結構細かくあの見ていて、すごいこう頻繁にあのメンバーにこうやってアドバイスしてたりとか、うん、指示をしたりしているのを僕たちも経験してるので。そうなんだ。かもしれないですね。沖縄出身だよね彼はね。あ、そうです、ね、そうです、はい、すごい。へえ、で個性リーダーかな。個性リーダーですかね。でもヒロトは結構何ですか？何リーダー？あのヒロトは何リーダーなんだ。どうしたどうした。カフェリーダー。カフェリーダーというと、隙間時間30分もあれば、うん、ちょっとカフェ行ってきますって。すごいね、行動力が。趣味なんですよね。一人でパーって行っちゃいますね。全然一人行動できるんだ。はい、全然できます。お買い物とかもじゃあ給料日に行くときは一人で行ったりする。基本一人かもしれないです。なるほどね。なんか4人っていい。確かに。そうですね、4人ってバランスめちゃくちゃいい。はい、ね、LDH の中で4人っていないですもん。うん、なかなか最近は、ね、今はね、うん、そっかそっか。他のじゃあ逆にクックから見て、りょうじくんは、りょうじくんはウォークリーダーですかね。ウォークリーダーウォークリーダーって、よく趣味でウォーキングしてるんですよ、うん、はい、けども歩く量も半端ないですよね。もうなんか十何キロぐらい歩いてる。はい、すごいね。今いくつ？今27です。早くない？趣味ウォーキングにするのは。なんかその音楽を聴く時間がすごい大事で、自分は。ああ、そうかそうか。それにこう没頭できるのがやっぱウォーキングみたいな。なんかリリックとかもラップのリリックとか書いたりとかする時間、なんかインプットの時間がめっちゃ好きで、歩きながらできるの、ね、歩いて気づいたら12キロとかになってて、すごいね。折り返し点でちょっと帰りたいって思う。帰りたくなってんじゃん。行き過ぎちゃって、ね、タクシー使うか迷うっていう。え、ギーは？じゃあギー君、ギー君はリーダー、なんだろうな、でもなんだと思う、ムードリーダーですかね。でも、あ、ムードリーダー、ムードメーカーだ。はい、ムードメーカーかもしれないです。やっぱ雰囲気、やっぱりチームが落ち込んでる時とかも、うん、多分一番元気にしてくれるのギー君だと思うし。そうなんだ、はい、へえ。一番やっぱ雰囲気作りしてくれるのはギー君かもしれないです ね、 そうですね。いいグループですね。いいですね、役割分担がちゃんとして。あ、さあということで、ドラマ離婚しない男は今週でいよいよ最終回を迎えます。
ぜひドラマとともにウルフハウルハーモニーのフローズンバタフライもご注目ください。お願いします。お願いします。それではここで1曲お届けしたいと思います。じゃあウルフのお二人から紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。ウルフハウルハーモニーでフローズンバタフライ。FM 大阪からファンタスティックスの佐藤大樹と瀬口玲也がお送りしております。みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、今日はウルフハウルハーモニーから涼次とヒロトをゲストにお迎えしております。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあさあさあ、ここからのお時間なんですけれども、はい、お二人にはこのファンラジのね企画に参加していただきたいと思っておりまして、そちらのゲームを紹介したいと思います。はい、お願いします。究極クエスチョン答えてウルフファンタ。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんだなんだ、はい、これはですね、ファンタリスト皆さんから寄せられたどっちな質問、究極の質問にどんどん答えていただきたいんですけれども、はいはい、今日はこの4人で答えていきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、たくさんメール来てるんで、まあ、その究極の質問とはどんなものなのか答えて先輩言ってもらいましょうかな。お願いします。はい、ファンタリストネームタイマイさん、はい、お店は1開拓派、うん、2行きつけ派。あ、わあ、難しい。時と場合、時と場合なんですよね。ですね。うん。いや、僕最近、まあ最近は、最近はの話、最近までいきましょうか。最近は、まあ、あんま過去の話しないですね。はい。そりゃそう。さあ行きましょう。よし。せーの、2番。わあ。え？何ですか？2番です。2番。僕も2番です。2番。僕1番ですね。僕も1番でした。おファンタが1番、ウルフが2番。はい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 、なるほど。で、行きつけに行くんだ2人は。よく行きつけ、ね、というかまだ知らないっていうのが大きいかもしれないですね。開拓するにしても どこに行けばいいのかっていうのが、そっかそっか、ちょっと教えていただきたいです。うん、ぜひ。そうだね、はい、で僕だからそれで言うと最近食べログのプレミアムに入っちゃいまして。うそ、そういうことか。有料会食べログしたらもうね、開拓したくなってくるんですよ。そっか、その手が。食べログ 3.71 の店ってどんな店みたいな。ちなみにプレミアムに課金すると何ができるの？いや、もうあの順位が見れるんですよ。順位が、自分の現在地からの順位が1位から無料だったら2位で終わりなんですよ。あ、その先も見れない。おお、そっか。ブワーって、ただやっぱね、6位7位ぐらいが一番なんかね面白いんですよ。あ、なるほどね。そうなんですね。1位はみんな行くけど、はいはい、6、7位ぐらいがいいっていうのを、はい、開拓してて。じゃあ今度レイヤーさんに教えてもらおう。お願いします。ぜひお願いします。行きましょう、行きましょう。お願いします。出てってください。さあ続きまして、はい、ファンタジスタネーム佐賀のしずっちさん。お、はい、ございます。スマホですかね、これは。1、スマホの充電は常に 100% にしている派。2、ギリギリまで使い切る派。お、これは最近ですもんね。ずっと最近の話をしてますよね。はい、幼少期を振り返りません。はい、せーの、2番。おー、100%、何番？2番です。2番。フック2番。はい、待機1番。1番。1番です。1番。おー、フック。俺2番でしたね。お、2番。お、俺と。あ、ギリギリまで使い切る派。そうですね。え、 100% にしているってことはもう常に蓄電器がずっと刺さってる状態。そういうことです。そうです、ね、モバイルバッテリー2個ぐらい持ち歩いてます。はい、一緒一緒です。なんかそれこそ僕もギリギリ派だったんですけど、うん、不便だっていうことにようやく気づいて最近本当にモバイルバッテリーを持ち歩くようになりました。あ、はい、ね、ギリギリは使っちゃうよね。いや、使っちゃいますし、はい、なんかあの充電しすぎも良くないみたいな聞いたことあったんで。そうそう、パンクしちゃうね。はい、ギリギリまで使って、でコンビニとかのあのモバジュ借りてみたいな。あ、一緒。モバジュ。モバジュですか。モバジュって言うんだ。モバジュ、ウナジュみたいな。コンビニ借りる派だ。はい、分かれるな。レイヤーもギリギリまで。ギリギリまで使いますわ。はあ、寝る前大体 2% ぐらい。ちょっと待って、あのさ、充電のさ赤になって 10% 以下になったら怖くない？外歩いててさ。怖いですよ。けどそれをと戦うのも楽しい。気持ち悪い趣味な感じが。分かれたね。分かりました。さあ続いてまいりましょう。はい、お話したネーム星野奈々ちゃんさんからです。はいはい、こんばんは。なりたいのは1、運動神経が良すぎてモテモテ。2、頭良すぎてモテモテ。16歳の質問だな。かわいいね。16歳の子が質問してる。かわいい。運動か頭かね。はい、はい、せーの、2番。わかりましたね。
僕は2でした。レイヤ2、大輝1番。みんな運動神経1番です。1番です。1番か。おお、運動神経いいじゃないですか。だってもう、まあ、確かに当時学生時代良かった方ではあった、はい、やっぱダンスしてたっていうのもあるし、確かにそれでいうと頭脳か、頭脳をねモテてみたいなっていう。はあ、2人は結構勉強得意なんですか。いや僕苦手なんですけど、うん、でもやっぱりかっこいいなと思って、うん、なんか人間のやっぱりあの目で見てすぐ分かるあのかっこよさっていうか、ね、そこにやっぱ惹かれちゃいました。足速いとかでしょ、はい、いやそれこそ2人ともサッカー一緒なんですよ僕ら。そうです、ね、はい、そうなんだ。そうそう、LDH エスペランザ、エスペランザ、はい、この間湘南の風のハン君率いる日本代表チームと、湘南の風のハン君が、はい、さんといるの、はい、が相手として。すごいね、元日本代表のチームです。はい、ま、負けてマジギレして帰ってた。パチンコ屋逃げ込んでた。大丈夫、そんな歌詞通りのしないんだ。あ、そっかそっか。ただマジで勝ちました。あ、勝ってたんだ。であの代表の元代表の皆さんもちょっとガチギレしました。ガチギレというか、そうですね、ちゃんと悔しがってた。景品は化粧品だったじゃない。そんなリリック通りの、リリック通りの純恋歌じゃないのよ。そっかそっかそっか。なるほど ね、 ね、いやありがたかったです。最後揃えましょう。さあさすがに、じゃあ最後ですね、うん、ファンタジスタネームパーコさん。パーコさんだ、我慢できるのはだだ我慢できるのはどっち。1、移動車がめちゃくちゃ臭い。2、泊まるホテルが不気味で怖い。いやいい究極だね今日ね。そうですよ、我慢できるのはでしょ。我慢できるのは移動車もね、ちょっとした移動じゃないですよ。もうそんなね、何時間、もう武者修行。武者修行ずっと臭いってことですね。ずっと臭い。全国バスでその移動車めちゃくちゃ臭いのでか、部屋が不気味か、とあるホテルが、うん、よし揃えようぜ。はい、みんな武者修行も経験してるし、泊まったこともあるし、たくさん、はい、よし、せーの、2番。あー、先輩、きっと先輩。俺 2番でした。2です、2、僕も2です。僕1です。うわー、ゆっくー、うわ、移動車がめちゃくちゃ臭いのが嫌。嫌ですね、やっぱり。あ、我慢できるのか。できるのは、あ、できるのは、うん、あ、じゃあ不気味な方が、不気味な方が。あ、ごめんなさい、僕も逆の先輩。先輩出してんすか。先輩、すいません、僕も1の方がいいわ、ごめん。俺だ、俺に1に行きました。うん、僕も匂いだけは無理だ。匂いフェチなぐらい本当に鼻効いちゃうんですよ。そっか、ちょっとした匂いもちょっときついんで、ちょっとそっちの方がきついかもしれない。わかる、全く一緒。匂い大事だよね。大事ですね。けど1の方がまだ我慢できるんですよ。我慢できる。ホテル怖いっすよね。怖い、もう無理です。ホテルは怖い、無理です。怖いのは本当に、ね、あった、今までなんか怖いホテルみたいな。いやー、ありましたね。あった、心霊体験。あのアイコンのメンバーで山本浩太っていうあのキットの、ね、うん、はい、メンバーがちょっと霊感あるんですよ。あ、そうなの。で、ひろて君この辺やばいっすみたいなこと言い出して、うん、そっからもう変な汗ずっとかいてて、でもう無理になっちゃって、うん、でもそのトラウマがあるんで、もう匂いの方が全然いいです。ピュアだな。はい、へー、まあまあまあ、という究極の質問でした。面白いですね。さあ、まあそろそろお時間が来たということで、いかがでしたでしょうか、二人は。はい、いや、もう本当にめちゃくちゃあっという間に過ぎてしまって、うん、僕はディープスクワットの時も、うん、遊びに来させていただいて、またこうしてあの帰ってくることができて、本当に皆さんとあのお話しすることができて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、僕も本当にあのファンタさんはもうオーディション前からずっとあのファンだったので、もうこのラジオに出ることで本当に夢みたいです。これさ、レイヤークックが、うん、あの僕たちのリリースイベントに来てくれてたって知ってた。所属する前にあのフライングフィッシュのリリースイベントで、うん、あの名古屋の常滑で会ったんですけど、その時あのハイタッチ会参加させてもらって。すごいね、かわいいよね。じゃあまた僕らで一緒に思い出作っていきましょう、うん、今年はいっぱいもしかしたらね、やれそうな気もしますし、ぜひお願いします。お願いします。お願いします。ということで、ウルフハウルハーモニーからリョウジとヒロトでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。
FM 大阪からファンタスティックスの佐藤大樹と瀬口玲也がお送りしてきました。みんなで作るラジオファンタスティックレディオエンディングのお時間となりました。はい、ウルフからね、うん、お二人が来てくれましたけども盛り上がったね。はいはいはい、可愛いですねあの二人ね。はい、うん、どうですかお二人と共通点とかあったんですか。もともと全くなくて、うん、でこの間たまたまそれこそあの朗読劇ブックアクトが終わって、はい、一緒にこうご飯に行ったぐらい で、うん、でその時結構二人もお酒交わして僕と結構熱い話して。でもほとんど記憶にございません。それぐらい立ち上がっちゃいました。楽しいことこそ思い出がないもんなんで、うん、そうなんです、はい、いいんですそれで。いいですいいです。さあ番組ではファンタジスタの皆さんからのメールをお待ちしています。メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼント。そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジのオリジナルマスキングテープをプレゼントします。はい、そしてファンタスティックスからのお知らせですが、3月20日にファンタスティックスとイーペックスによるコラボレーション EP ペパーミントヤムが発売です。はい、そして現在ファンタスティックス初となる全国アリーナツアーファンタスティックスライブツアー2024インタースラティックファンタスティックスが開催中です、うん、続いてはですねトキメッセ新潟で行いますので、はい、新潟かなり熱くしていきたいと思っているんで、はい、まだまだ皆さんぜひ来てください。お願いします。そしてさらに個人としては昨日、うん、僕瀬口レイヤーのファースト写真集ビビグラ瀬口レイヤーが発売となりました。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、まあ、都内でイベントもさせていただいたんですけど、うん、まあ、今後もちょっといろいろ仕掛けていきたいなと思うので皆さん引き続きチェックをお願いします。お願いします。さあそして僕からお知らせです、TBS ドラマストリームウリを割る一線を越えたその先にはが現在放送中です、こちら主演とそして主演として、はい、頑張ってカギヤ君を演じていますので、うん、皆さんぜひ見てください。さらにテレビ朝日土曜ナイトドラマ離婚しない男サレオとお嫁の騙し合いが今週でいよいよ最終回を迎えてしまいます。最終回なんとですね最終回30分拡大スペシャルです。すごいっすね。もう人気がいやこれすごいんだ。バズりにバズっておりますね。はいはい、ぜひ楽しみにしていてください。そしてね今日のゲストウルフハウルハーモニーの主題歌フローズンバタフライもぜひチェックしてください、はい、その他ファンタスティックスメンバーここでもいろんな活動をしています。今後の予定について詳しくは EXILE トライブモバイルの中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください。ということで今夜は、ファンタスティックス EPEX でペパーミントヤムを聞きながらお別れです。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックスのリーダーパフォーマー佐藤大樹とパフォーマー瀬口玲也でした。バイバーイ。